チュードル、クロノタイム。1990年前後製造、REF79160。前期かまぼこケース。CAL7750 搭載モデルです。ロレックスのコスモグラフデートナをリスペクトした、チュードルのハイスペッククロノグラフ。タイガー・ウッズの登場とともに、日本にチュードル旋風を巻き起こした代表的なモデルです。他のシリーズ同様、ロレックスのパーツを流用し、実用度や機能面でも、デートナと遜色のない性能、マニアックなまでのディティールやバリエーションなど、奥が深く多くのファンに愛されているモデルです。このモデルは、かまぼこケースが特徴の旧クロノタイム。ブラックカラーのプラベゼルを装着した REF79160 です。放射仕上げのシルバーダイヤル、ブラックのインダイヤルとのコンビネーションは、本家手巻きデートナ6263を思わせる風貌で、クロノタイムの中でも人気ナンバーワンとなっています。ケースはサイドが切り立ったいわゆるかまぼこタイプ。肉厚なケースによって重厚な印象です。インダイヤルは12時1に30分積算計、6時1に12時間積算計、9時1に永久秒針をレイアウト。もちろん動作綺麗も正常です。3時1のデートは初期モデルの特徴である縁合いのレアバリエーションとなります。搭載ムーブメントはバルジュー7750。多くの自動巻きクロノグラフに搭載された信頼性の高いムーブメントです。リューズはロレックスのトリプロックリューズ。ブレスはチュードルの人気3連ハードブレス仕様。裏蓋の刻印はオリジナル、オイスター、ケース、バイ、ロレックス、ジュネーブ。ロレックスとの親和性の高かった時期の刻印です。信頼性の高い専門店にて2021年9月にオーバーホールを実施、サービス保証書もついています。上がりたての美品、デートナの面影をストレートに表現したチュードルの傑作です。価値あるタイムピースを所有する楽しみを味合わせてくれる一品です。自動巻き、手巻きも可能です。スクリューリューズ、ローター、リューズの巻き上げ感も軽快で精度も良好です。ダイヤルは目立つダメージを感じさせない美品です。ケースも微細なスレ程度で綺麗な状態を保っています。ブレスレットはチュードルの3連ハードブレス REF78360FF589。 現状12コマありますので、最大 18.5cm 程度、余りコマ1個付属しています。付属品は内箱、外箱、専門店の OH 納品書、サービス保証書です。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス15秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差を感じることがあるかと思います。ラグ幅は 20mm、 ケース径は約 40mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 48mm、 厚さ約 15mm のメンズサイズです。
時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。